力を感じますよね。はい、ここもストレートセンター返し抜けていった。二塁ランナーも三塁を回ってホームに帰ってくる。クロスプレーはアウトになりました。判定はアウトです。二塁ランナー島内思わず気がしますね。銀次の、まあ、1打席目のリプレイを見るかのようなセンター前ヒット。三塁ランナー島が悠々ホームインの後この島内足が入っているように見えましたが判定はアウトとなりました。さあこのプレーですが2点目を狙った二塁走者島内はアウト。あっとタッチはアウトだ。アウトね。ただすぐに跳ね返ってきたというところがタイガースサイドにはラッキーでしたが、ちょっとアンダートスで高くなったんでね、タッチがかなり難しいタイミングではありましたが、スタート切ってきた。ショート坂本深い位置踏ん張って一塁はアウトです。これは和田監督たまらず出てきました。これは行かなきゃいけませんね。今日は一塁塁審が中村今なりがスタート。坂本も逆を取られるような形でよく追いつきました。あ、そうですね、取った後の、ね、遠投ですからね、はい、これで見るとランナーの足が速いように、まあ、タイガースサイドから見ると見えるかもしれませんが微妙なタイミング。微妙ですね。このところボールがやはりいい形で上がりませんよね。はい、バットの先ショート鈴木追いつく。グラブトスはセカンドアウトだ。フォースアウト。森の必死の抗議なんですが受けようかというあたりご覧いただきましょう。バットの先だったんですが飛んだコースは二遊間。ちょっとグローブからの出が悪かったですよね。ちょっと先に引っかかりましたかね。打ってラミレスバルブランド取った。さあサードランナータッチアップからホームへ向かう。ボールはバックホームされた。アウト。いや今滑り込んでタッチしてないということでアウトになっています。今のシーンです。ついてるの見えますけどね、ここからはね、はい、ついてますね。ついてますね。ここでタッチアウトになっています。テレビで見る感じですね。完全ついてます。おっと危ない。近いところでしたが当たってはいないと思います。いやーしかし危なかったですね今のは。よく逃げましたし、つばに当たりましたか。どうですかね。いや当たってはないと思うんですけどね。当たったとすればヘルメットの先、ね、つばですね。つばに当たったかどうかですけど、今審判団も集まって確認してますね。これは多分審判の人もね塁審見えないと思いますけどもね。バン、あ、いや当たってないですね。当たってないように見えますね、これはね、バッターってびっくりするんですよね、はい、小さく構えてるところに正面から野球のボールがもうサッカーボールのような大きく感じてしまうんでね。ん？これは当たってないんですが危険球ということですか。それはないと思いますけども。え、まあ、新卒の選手が非常に多い楽天の外野手です。打っていってこれはジョーンズがセカンドホースアウト。
まあ、今のジョーンズの判断は良かったんですが、ちょっとボールが高め、そして俊足の本田ですから、まあ一塁は無理だったかもしれつつ、降りたところがベース踏んでたのかなと、ああそうですか、いうところです。ここですね、この後ここ、ね、ベースにタッチしてるのかというところなんですね。ああ、このシーンですね、ちょっとこの角度からはつま先がベースに触れていればね、はい、触れてるかもしれませんし、ね、なるほど、ちょっとやっぱりこの画像絵だけではちょっと分かりにくいですね。今のもう一度ご覧いただきましょう。何とも言えない、何とも言えないシーンなんです。ライトへ平田がバックして、バックして、バックして、取ったか取ったか、取ってます。ダイレクト捕球、ライトの塁審は、一塁塁審はアウトのジェスチャーです。アウトです。でこの間にランナーは、阪神のランナーはホームにライトへの大飛球で、平田がここまで追っていって、これはフェンスに当たってますね。はい、どう見てもフェンスに当たってますよね、はい、微妙ですねとも言えない。これはフェンスに明らかに当たって、で跳ね返ったところを平田がうまく取ったというところでした。2ボール2ストライク、2アウト満塁。まっすぐ捉えた、レフト松本掴んだか、取っているか、取っているか、取っています、いや取っていませんでした。ランナーが帰ってきています。2人ホームインです。ここはまだ審判の判定どうだったでしょうか。中畑監督が出てきました。今のはどうでしょうか。今のは取ったように見えます。ここです、いい当たりでした。レフトの松本慶次郎が出てきてどうでしょうか。あー、これはどうですかね。あー、取ってるように見えますね。ビデオで見る限りは撮っているように見えます。あさっとバウンド変わった、どうか、アウトだ。今原監督がちょっと手をパーンと叩いてベンチを出ました。これはセーフでしょうね。今球審川口、一塁塁審牧田ですが、新井貴弘、バウンド変わったところを取って懸命にベースカバーのサンリッチにトスしまして、判定はアウトです。原監督はベンチに戻ります。しかし珍しい、よく止めましたよね。そうですよね、完全に , 笑っちゃいけませんね。はい、ジャッジはアウトです。判定は覆りません。ワンアウトランナーなしで試合が再開されます。あと、うん、どうだ、ファールか、ファールです。あ、デッドボール、デッドボール、いやこれはちょっと、これはちょっと揉めるんじゃないかな。栗山監督出てきます、うん、いやだって浅井の方はファールだなって感じだったんで、うん、ご覧いただきましょう。このボールは当然体に近いところで、うん、ボールワンで2球目、ランナーがホームへ向かってくる、ホームスチールはアウト。ヘルバンがなんとホームスチールを狙ってきましたがアウト。田辺監督も出てきました。キャッチャーの島がタッチをしていないのではないかということですが、判定アウトで、イーグルスの野手は引き上げてきます。デイももちろんダッグアウトに戻っていきます。ホームスチール失敗という形でライオンズ攻撃を終わりました。3対0で5回、
してきますし、確かにそうですよね、まあ、そういう中で打たれてしまいますと、まあ、どうしても打たれたくないという気持ちも出てきますしね、はい、フェアです。内川は一塁を回ったところで、これはこれボールがスタンドに入ったんですかね、まあ、おそらく審判に当たって、審判に当たったんですかね、はい、三塁線審に当たってスタンドに入りましたかね、そうですかね、今の打球です。ベースに当たって、審判に当たって、スタンドに入ったということで、スタートの構えだけ、一塁線破った後、アンパイアに当たった、アンパイアに当たった、一塁はアウト。カープにとってはこれはアンラッキー。ただそのチーム防御率は 4.50 は第5位です。打ち合いに対します。高平井は打球がと伸びていきますが、なかったがフェンスにつく、取りましたが、いや、ヒットですね、はい、いやちょっと待ってください、今中田は取ったというジェスチャーでしたか。でも塁審が、三塁塁審がですね、石山ですがセーフということをずっとジェスチャーしましたよね。ですから僕も取ったかなと思ったんですが、セーフセーフというのが西山の維新でした。で今一本3打数で1安打、三遊間か、どうも仕留めた、一塁どうか、アウト。大林、このプレー、いやー微妙なタイミング。9回の表カープの攻撃、ボイヤー続投、セーフティーいった、一塁アウト。先ほどはタイガース鳥谷の当たり、一塁の微妙なタイミングアウトと言われたんですが、今度は逆になりましたね。ですね、はい、野村監督怒っています。一塁今日塁審は白井、二塁切ったか、三塁が島田、プレートアンパイア土山で行われています。野村監督激しい抗議、今のしかし総理のセーフティーバント非常に完璧に近いバントに見えました。このタイミングね、トリトリと全く一緒ですね、はい、これね、本当ですね、やっぱり先ほどは8回の出ることですね、三振、低い変化球、5つ目の三振、これは和田監督も出てきました。今日の球審は佐藤、かなり和田監督も We're looking for right now。1-1 pitch. Moreland to second. They get one. The return is in time. Moreland really stretching out. He stretched so far he couldn't play because the throw to Elvis is a little bit off target. Elvis has to reach down for it. Now his throw is a little bit off target. Yeah, I'm not sure what Grimm is doing either. Grimm is pulling like an Adrian Beltre right here. He acts like he catches the ball.And then looks to third base. He did catch the ball. Who caught the ball?